地震により脱線した日暮里トネリライナーでは、復旧作業に時間がかかる見込みで、今日も運転を見合わせています。日暮里トネリライナーは、今日未明に脱線した車両の撤去は完了しましたが、今残っている車両も撤去が必要で、今後クレーン車を使い作業が行われる予定です。 設備の点検や調査、復旧作業などに時間がかかる見込みで、運転再開のめどは立っていません。え、今日も始発から全線で運転を見合わせていて、昨日に引き続きバスでの振替輸送が実施されています。